ルーク・ロングリー・コトルシアン・ジェームス・ロングリーは、オーストラリアの元、プロバスケットボール選手。ビクトリア・シューメルボルン出身。ポジションはセンター。主な活躍は、センターで、NBA のシカゴ・ブルズの2度目の3連覇に貢献。身長218センチメートル、体重132キログラム。大学は、ニューメキシコ大学。1991年の NBA ドラフト7位で、 ミネソタティン・バー・ウルブズに指名される。1993から1994シーズンにシカゴ・ブルズにトレード。1994から1995シーズンにマイケル・ジョーダンが復帰する。翌1995から1996シーズンからスコッティ・ビッペン、デニス・ロットマンと共にシカゴ・ブルズは3連覇。ロングリーもチームの勝利に貢献する。 1998から2000年はトレードでフェニックスサンズでプレー。2000から2001年はトレードでニューヨークニックスでプレーし引退する。2000年母国オーストラリアで開催されたシドニーオリンピックにオーストラリア代表として出場。4位入賞に貢献した。ロングリーはスーパースターといえる選手ではなくボールハンドリングを含む技術的な部分も優れていたとは言い難いが、 高い身長を生かしたディフェンス、精度の高いペリメーターシュートやベビーフックを武器にシカゴブルズの優勝に貢献した。ブルズがレギュラーのウィルパデューをトレードで出してロングリーをレギュラーに選んだのはロングリーの方がスピードがあるからとフィル・ジャクソンは述べている。事実サイズの割に俊敏でスタミナもあり、さらに角度のないベースラインからのペリメーターシュートの精度の高さを生かし、 ジョーダンらが相手ディフェンスを引きつけながらドライブし、ベースライン付近でフリーになったロングリーへパスを出しジャンパーを決めると会場は大いに盛り上がった。この得点パターンは当時のシカゴブルズの定番の得点パターンの一つであった。ロングリーがボールを持つとファンがルークと声をかけて盛り上げた。知らない人が聞くとブーイングに聞こえたが実はロングリーへの歓声であり、 彼は、シカゴのファンからとても愛される存在であった。ロドマンが欠場中にロドマンの真似をして、試合終了後にユニフォームを脱いで観客席に投げたが、観客がユニフォームをロングリーに投げ返した逸話もある。サーフィンで怪我をしてシーズン中に欠場したこともあった。また、普段は、温和な性格で顔つきも温厚そのものだが、試合では熱くなることもありシカゴブルズ2度目の3。 連覇初年度の95から96シーズンの開幕前、プレシーズンマッチで乱闘騒ぎを起こし、出場停止処分を受け、開幕戦に出場することができなかった。NBA.com ルークロングリー。ありがとうございます。